維新が去年の統一地方選前よりもひどくなってるポン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 ,ポンポ まあ、それにしてもね、まあ、昨日は、あの、NHK の世論調査でね、まあ、岸田内閣の支持率は3ポイントほど上がって26%っていうことなんですけども、まあ、ただ、支持しないというね、不支持が56%ということで、まあ、ダブルスコアで、まあ、支持されてないと。で、しかも、えー、内閣支持率もですね、3割を切っているということで、まあ、微増、

高かったとか、えー、5割ぐらいですかね、評価の方が評価しないを上回ってたと思うんですけど、まあ共同通信なんかではですね、61%が、えー、震災対応を評価しないとか出てたんで、まあやっぱりまあ今後も僕は岸田内閣というのは国会が始まった、あの、まあさらに厳しくなるのかなというのは思うんですけども、まあ僕はやっぱり昨日も、あの、あの、 少しというかね、触れたのは触れたんですけども、やっぱり政党支持率ですよね,ね、特に野党の政党支持率で、やっぱり僕が気になったのが、やっぱり維新がですね、えー、先月からマイナス0.1ポイント、まあ、減って3.9%と。 で、まあ、維新が5.3%で、まあ、先月からマイナス2.1ポイントということで、まあ、立憲民主は大きく、ま、減らしてるんですけども、まあ、それでもですね、維新よりも勝ってるっていうね。 あの、立憲民主党はずっとこの間ですね、まあ、10月ぐらいまでですかね、まあ、維新に抜かれてたという状態が、統一地方、去年の4月の統一地方選、えー、直後からですね、5月からですね、10月、 えー、5月から9月まで、えー、維新に抜かれてたっていうのがあったんですけども、まあそっから立憲民主党が、まあ維新を逆転してですね、まあ今月も維新を、まあ逆、あの、抜いていると、まあいうのが続いてるっていうことで、まあ僕はこれ維新がね、やっぱりその、 大きく、あの、下げてきてるというか、一時期はね、あの、立憲民主を抜いて、あの、政権も取るんだ、みたいなね、すごい、あの、勢いが、あの、例えば、吉村知事とかね、馬場代表なんかには、あの、あったと思うんですけど、で、まあ、それに、あの、勢い乗ってた時は、立憲民主をすごく、あの、ビッグマウスでね、批判したり <laughs>。 <laughs> あのーまあ、それはね、まあ、党首としては当然かなというところもあるんですけども、まあ、ち,ょちょっと調子乗りすぎちゃおうかみたいなね、馬場さんなんかは特にね、まあ、それがですね、まあ、維新が3.9%と、えーまあ、立憲民主党に、まあ、抜かれてる状態が続いているっていうのがですね、まあ、これは僕はね、やっぱり。あの 注目すべき点というか、それなんでかっていうと、まあ、維新はですね、去年の統一地方選ですね、4月の統一地方選で、あの、ワッと議席をですね、地方議会でも増やしてね、あるいは大阪、府、えー、知事選、大阪市長選、ダブル選ですかね。で、まあ、大阪でもワッと議席を増やして、えー、吉村知事も、えー 続投しですね。で、新しく横山さんという方、維新のね、横山さんが市長になったっていうのがあるんですよね。で、その、それがですね、あの、まあ、あこのところずっと万博問題とかね、ま、あいろんな、まあ、不祥事とかで落としてきて、3.9%になったっていうのが今年1月なんですけど、 その統一地方選は4月なんですけどもね、その4月の統一地方選前だと思うんですけど、NHK の世論調査ではですね、えー、日本維新の会は4.1%だったんですよね。で、それが、あの、まあ、1月、まあ、9ヶ月ですよね、9ヶ月経って、3.9%というふうな数字になっているってのは、統一地方選前の あの数字よりも悪くなってるっていうことが、まあ、これ NHK の世論調査から言えるかなっていうのは思うんですよね。やっぱり相当ね、僕はやっぱり維新が、あの、なんていうんですかね、一時期は立憲民主党を抜いて、で本当なんかもう野党第一党取れるんちゃうかみたいなね。 あのことも、まあ言われてたり、言われてたりとかってね、あったんですけども、で、まあ維新だってですね、去年の12月の段階ですかね、ではですね、あの、維新の幹事長のえ藤田さんですかね、あのが、が、えー、なんか言うてはったみたいなんですけども、 あの次期衆院選の公認候補は150人を超えているというのが、これ、12月14日付の日経新聞に載ってるんですけども、まあでも、ただ、その、統一地方選前,前にね、前よりも悪くなってる、この NHK ではね、この維新の政党シリーズからいくと、まあ衆院選でどうなんかなっていうね、あの、本当なんか、 大丈夫なのかなっていう感じの数字になってるっていうのは言えるかなと。まあ下手したら衆院選、次期衆院選ではですね、まあ今よりも維新の議席がまあ減る可能性だって、まああるのかなみたいなね、まあそういう感じすらするですね、今回の NHK の世論調査での維新の政党支持率っていうことで、 まあ、ほんまね、まあ、これはその前原さんがね、国民民主党から抜けて、えー、あの、維新と連携すると、教育無償化を実現する会ですかね、前原さんがね。ね、というのを、まあ、連携するって言ったんですけども、まあ、それでもですね、まあ、維新の数字は、えー、上がってないどころか減っていると。 でしかも統一地方選、えー、前のね、去年の統一地方選前の数字になってるっていうのはです、ね、これ結構重いなっていうかね、まあ、それでも僕は大阪とか関西とかは、あの維新はね、あの議席、衆院選とかも取るっていうのはあるかもしれませんけど、ただやっぱり地方ですよね、なんか宮城にもなんか立てるとかっていう風にあの。 あと、東京とかですかね。えー、まあ、東京なんかでもだんだん厳しくなってきてるのかなっていうのが、まあ、それがね、去年の12月の、あの、江東区で、あのー、あったですね、江東区挑戦で、ま、乙北さんのね、奥さん、も、まあ、パートナーの方も、えー 区議としてやってはったんですけども、まああのね、しかも候補者はテレビでもあのコメンテーターとしてなんか出てはった方ね、あのお医者さんみたいなんですけども、その方が出ても、供託金没収っていうね、あの得票率10%に満たずに、7.9ぐらいだったんだちょっと忘れましたけど、まあ、とりあえず、とにかく供託金没収ってなるっていうね。 まあこれ、音北さんもあの動画かなんかで謝罪してはったと思うんですけどもね。まあほね、やっぱ大阪とか関西以外ではやっぱり維新が厳しくなってるんちゃうのかなっていうのが、まあ去年の高等区調整の協託金募集っていうところに僕は象徴されてるのかなっていうのを思うんですよね。まあだから150人候補者を立てると言っても、 本当にあの、大丈夫なんかなっていうね、例えば比例重複しないとかね、なんか音たさんでしたっけね、なんか一応忘れましたけど、なんかそんなこと言ってる方も維新には言ってたと思うんですけど、それが、ひょっとしたらね、やっぱり重複にしますとかっていう、まあ、ことにも、あの、なってもおかしくない。 いいうぐらいの、まあ、維新の,、まあ、この減りようていうか、ね、立憲民主党にも負けて、えー、統一地方選前よりも、まあ、減っているっていうね、でこれがまあ今後、あの増えていくかというと、やっぱり万博の問題というのがあって、万博の問題で、まあ、維新は支持率を下げているというのも、ね、あると思うんですよね。でまあ、実際に今日のの、えー、通信のな やったたさんでしたっけねなんか、コラムかなんかに書いてあったんですけども、やっぱ万博問題で、まあ維新の若手なんかですかね、なんか危機感を持っていると。う ま、万博もね、まあ、今年追い込みっていうことはあるんですけども、やっぱりその、まあ、今年1月にね、あの、石川県を中心にした能登半島地震っていうのがあって、やっぱりその被災地復興のために、その万博にね、人材投入するものを被災地復興に使えという声が、まあ、立憲民主党なんかも言ってたんじゃないですかね。で、そういうのが、やっぱりその、今後も、 高まってくると思うんですよねで。ただでさえ被災地の対応っていうのが、まあ、被災者も遅れてると、遅いと、えー。岸田さんがね、2週間入って、二、えー、2週間経って、やっと被災地入りすると。石川県知事の長瀬さんも2週間経って、えー、被災地入りするっていうね、あの、岸田さんと一緒に。で、長瀬さんもなんか維新の顧問かなんかやってたんですかね。なんか維新が応援して当選したっていうのもあるんですよね。 まあそれもイメージ悪いなっていう感じもしますんでね。まあ僕は維新は、あの、これから、あの、国会始まって上がるかどうかっていうと、いや、どうなんかなっていう感じしかしないなというね。でまあ国民民主党なんかもね、前原さんが抜けて、え昨日は0.8とかでしたかね、なんか。 あの、だったんですけども、まあ、去年の統一朝鮮前は1.3%ということで、まあ、0.5ぐらいが、あの、前原さん、支持そうやったかね。まあ、それはどうかわかりませんけど、まあ、国民民主党も昨日は、あの、令和新選組に抜かれてですね、まあ、令和新選組は第4党になって、えー、国民民主党が第5党になるんですかね。 えー、まあ、支持率だけで言えばね、うん、待ってるっていうことでね、まあ、ほんと国民省も、まあ、やっぱり、与党に寄りすぎて、えー、トリガー条項もね、なんかどうなる、解除もどうなるかどうかわからなくなってるっていうね、まあ、中で厳しいのかなっていうの感じもしますしね、うん いや、やっぱり維新がね、やっぱ維新がやっぱこの1年足らず9ヶ月でですね、まあ去年の統一地方選よりも悪くなってるっていうのが、まあやっぱこれ今後ね、あのいろいろ、あのー、 言われると思うんですよね。で最近だとって吉村さんもね、なんか自民党の政治と金の問題追求するとか、なんか息巻いてるような感じっていうのはなんか報道されてたんですけど、まあ、でも維新もすごく政治と金の問題とか選挙違反とかですね、まあそういう不祥事っていうのは連なって支持率を落としてきてるんでね、だから厳しいなって。 っていう感じはしますね。で、やっぱ結局、維新が支持率を下げた分、どこ行ってんのかなっていうのを考えると、やっぱり自民党に戻ってるようなね、なんか感じがするかなと、なんか自民党も昨日支持率、なんか上がってるんですよね。で、まあ、立憲民主党なんかもっと上がってほしいなと思うんですけども、まあ結局は、え,ー、えそんななんか増えてないというか、5.1% ぐらい5%ぐらいだったんですかね、うん、でも立憲民主も去年の4月の段階で5.3%なんであんまりこうやっぱり、ま、伸びがないなっていうかね、うん、もうちょっと頑張ってほしいなっていう風には僕はあの思いましたけどもね、うん、立憲民主5.3で えー、去年の4月は同じですね。だから、まあ伸びはないっていうところがねまあ。もうちょっと野党も頑張って欲しいなっていう風に思いました。けれどもね。チャンネル登録よろしくね。